跳馬という種目は本当こう走っていって一瞬で終わってしまうんですが、こう蹴ってこの突き放してとかそういうところをいろいろ考えなきゃいけないので、なかなかとねこう一瞬で終わってしまうからこそ難しさがありますね。はい、セーフです。藤崎日向さあ、鹿島さんの後輩に当たりますが、そうですね、まあ、あのドリックスという技をおそらく予定しているんじゃないかと思うんですが、まあ、このあたりですね、こう着地をどうやってあの抑えていくかっていうところに、得点が大きく変わってくるんだと思います。距離はだいたい25メートルなんですね、この助走路が。はい、そこから走っていってロイター板を踏んで跳躍するという種目です。ドリッチですね、はい、しっかりと着地をまとめてきましたね、素晴らしい実施さ、なかなかこう前向きの着地というのがこう難しいと言われているんですが、こうしっかりとねこう前一歩で抑えるということがあの非常に審判から見てても高得点を出しやすいというような演技だったと思います。